はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。前回はロンガデセオについて街探索して終わったと思います。今回はホックに話しかけ前回はホックに話しかけて勝負する前に終わったんですよね。すいません。だから今回はホックを探しながらっていうか探して先進めましょうかね。まず一人目ここですね。おや、あなた方も何か相談事ですかな。天にまします我らが神よ、この迷える子羊たちを救いたままへ。いてて、舌を噛んじまったよ。やっぱまだ酒が残ってて舌がうまく回らないや。へへ、俺だよ。一回目はまんまと見つかってしまったな。でも次はそうはいかねえぜ。よし、ここでの情報集めはおしまいだ。次に行ってくら。さっそうと言ってきましたね。騙された。てっきり神父さんと思って。あのことを。どのことだよ、ちょっと聞きたいわ逆にね。よし、次はですね、まあサクサク見つめてやって見つけていきましょうかね。いやもう最近滑舌の悪さが本当にやばい。だからね、ちょっと聞きもっとね、聞き取りやすくちょっともっと頑張っていこうかなって思ってます。はい、すいません。ではでは、2回目のホックさんはここにいます。はい、入場料100ゴールド、はい、入ります。毎度あり、それではこの世のパラダイスをお楽しみください。話していきましょうかね。はあ、はあ、ダメだ、僕には刺激が強すぎて、まともにバニーさんの顔が見えないよ。そんなに刺激的やってんな。いいぞ、脱げ。やはりムチムチギャルはええのみたいな。ただのエロ親父やん。エロジジイやん。え、ホークさん、悪いけど今いいところなんです。他渡ってくれませんか。そんな夢中か。ラビアンちゃん、ピーピー。そのピーピーなんやねん。ピーピーヒューヒューらへんならわかるけど、ピーピーってぐらいな。ふーん、そうなんだ。サエリちゃんがここにね。そうなの、ここで雇ってくれないかって。でもほら、あの子ちょっと筋肉つきすぎてるじゃない。だから座長はダメだって。あ、いけない、私そろそろ出番だわ。じゃあ、あとはよろしくね。うん、頑張ってね。じゃあちょっと探索しましょうか。網タイツ、ここでも網タイツゲットしたな。美しそう、美しそうと網タイツをゲットしました。で、地味にミレイ防御力上がるんですよね。美しそうは袋に入れて話しかけます。あら、あなた何、私のファンの人かしら。嬉しい、お礼にキスしてあげるね。ちょりみたいな。いけない、ヒゲを剃るのを忘れてたぜ。はい、ということでね、2人目のホックです。2人目というか2回目ですね。ははは、助走もなかなかいけるだろ。じゃあ次のところへ行ってきますわ。今度はそう簡単に見つからなくてよ。おお。はい、というわけでね、ここにはもう用がないので、サクサクね、3回目のところに行きましょうかね。ちなみに3回目っていうのは、酒場のマスターです。普通の酒場のマスター、バーって書いてるところの、マスターなんですが、正面から話しかけても意味はありません。これは裏から行けるので、裏から話しかけるとホックの正体。あ、なんで出たし今。わけわかめやん。まあ、電話が鳴ってますが気にせず行きましょう。まあ、とりあえずね。とりあえず今度こそ出ずに裏に行きたい。行きたいけど、ここでいつもハマるな多分。で、ここですね。なんだよわざわざ裏に回ってきたりして。まあいいや、酒かい。いいえ。じゃあ人探しかい。いいえ。じゃあこの俺に用ってわけか。はい、負けたよ、俺の負けだ。よく俺だと分かったな。それともまぐれってやつかな。まあいいや。さてと、俺の情報集めはこれでおしまいだ。
あんたもここに立って前の二人の話をこっそりと聞いてってみな。いい話が聞けると思うぜ。んじゃ、後で俺の家に来てくれ。そこで調べたことを教えるからさ。じゃあな。前の二人は何やら話している。コブレは本当に腕のいい鍛冶屋じゃったよ。伝説の剣職人と謳われるほどな。じゃがそれがいかんかった。やつめすっかりその気になってしまっての。俺が伝説の職人なら一度は本物の伝説の剣というものを見てみたいなとなどと言い出して、その気持ちわからないこともないぜ。気持ちだけで済ませておけばよかったんじゃ。それを本当に旅に出てしまうとは。後に残されたメアリとサイリがその後どんだけ苦労したことか。はーん。あれ、マスターは。しょうがねえな、いっぱいもらおうと思ったのに。なるほどね、旅に出てしまったんですね、コブレっていう鍛冶職人さんは。なるほど。次はじゃあホックの家に行きましょうかね。ホックの家に行って2000ゴールドで教えてもらいましょう。ここですね。いやー、いらっしゃい。どうだ、いい家だろ。まあそんなことは置いといて、まず金をもらおう。5万ゴールドと言いたいが、あんたには3回とも見つかっちまったな。やけくそだって。約束通りね、2000ゴールドに負けといてやるよ。じゃあもらうぜ。じゃあ話すぜ。伝説の剣職人だが、確かにこの町にいたようだな。名前はコブレ。年は生きていれば50歳くらい。というのも10年ほど前、伝説の剣を探すために旅に出て、それ以来行方知れずだ。コブレには妻のメアリと娘のサイリがいたが、二人を置いて出て行ってしまうとはな。おかげで苦労がたたって、メアリは数年後に病気で、今はサイリ一人がこの町に住んでるってわけだな。さて、この娘のサイリだが、小さい頃から親父にかなり厳しく仕込まれたらしいぜ。何を食って鍛冶屋の技をさ。噂じゃ親父の腕をしのぐかもしれないとか。これで話はおしまいだ。あとはサイリに直接聞いてみるんだな。サイリの家は隠れ酒場の北の家だ。もし家にいなかったら北の祠に行ってみな。そこにメアリの墓があるって話だからな。わかりました、ありがとうございます。ホックって神出鬼没でしょ。そこがいいんだよね。あ、ここで、あの人の家、今の女の人の家、お前のうちじゃねえのかよぐらいな。うん、じゃあまあとりあえずここですね。このちょうど画面の下に当たる部分にいないので、まあ北に行きましょうかね。北の祠に行って話しましょう。そういえば北の祠は敵か。ブチスライムベース。くそー、まさかのカウンターか。やられたな。チャモロが上がりましたね。71-31321。なかなか上がってくれるな。よし行こう。確かここは一発目に来ましたね、祠。何が世界最高の鍛冶屋だ、何が伝説の剣だ。クソ親父、所詮剣なんて人殺しの道具なんだ。普通の鍛冶屋らしく桑でも作ってればよかったんだ。母さん、母さんが何と言おうと、親父に押し込まれた鍛冶屋の技、あたいは使うつもりはないよ。いや、そんなね、今から鍛えてくださいって渡そうとしてるものを全否定されるみたいな、やばいみたいな。おや、あんたらも墓参りかい。あたい、ああ、あたいはサイリだけど、サリー、ごめん、俺サイリーって呼んだ、ずっとサリーやんね。やば、ミスった。まあ訂正することなく言うけど、まあいっか。
サリーだけど、それがどうかしたか。伝説の剣だと。なぜあんたがあの剣のことを知ってるんだ。まさかあんた魔王の。には見えないな。あんたあの剣を持ってるのか。持ってるんなら見せてみろ。錆びた剣を取り出してサリーに見せた。これが伝説の剣。親父はこの剣のために、こんな錆びた剣のために母さんとあたいは。で、その剣をあたいにどうしろって言うんだ。錆を取って磨き上げてくれとでも言うつもりか。はい。ご名答。ふざけるな。その剣のおかげであたいたちは。クソ。あたいは町へ戻るけど、二度とその剣を見せに来るんじゃないよ。後を追って町に来たら、ただじゃ済まないからな。スーって言ってました。詰まってしまった。いやまあね、来んなよって言われてもね、やっぱちょっと行かないといけないんで、申し訳ないけど行かせてくださいぐらいな。じゃあまずっていうか、まあ行きましょうかね。その剣を店に、先ほどの誰もいなかった家に、ここの下ですね、地下にいるんで話しかけます。サリー、あんたその剣で何をするつもりなんだい。もし親父が生きてりゃ、きっと喜んでその剣を叩き直してただろうね。わかった。もしあんたがその剣を正しいことだけに使うというのなら、その剣を親父に代わって叩き直してやってもいいぜ。約束できるか。その剣を正しいことだけに使うと。はい。じゃあ、あたいの目を見ろ。じーっとだ。あんた、いい目をしてるな。いいよ。信じてやるよ。あんたなら大丈夫だ。剣を貸しな。サリーに伝説の剣を渡した。かわいそうに、こんなにくたびれちまって。よし、やるぜ。そういえば、伝説の武具は全部で4つあるそうだな。他のは見つけたのかい？あたいがやってる間、残りを探しに行ってもいいぜ。そうこうするうちに、こっちも出来上がるはずさ。はい、というわけでですね、剣を含め、残り3つ、はい、剣、盾、鎧、兜なんで、はい、剣が手に入って渡したんで、次残り3ついきましょうかね。じゃあ、下の部屋から気合の入った声が聞こえる。カンカンカン、鉄を打つ。トンテントンテン、ハンマーをキンコンキンコン振り下ろす。いやまあその気合の入り方が違うってことが伝わってきた。よろしく頼んだよみたいな。ではでは、次はですね、兜でも狙いに行きましょうかね。はい、というわけでトルッカに行きます。まずルーラでトルッカに飛んでから、船に乗って東の大陸に向かいます。まあその間にもちょっと戦闘があるかもしれないんで、忍び足で出現率を抑えて向かいましょうかね。そのままね、東に向かうとすぐ見えてくるんで、まあ適度なところでおります。ここですね。はい、下の世界のライフコットに向かいます。ここ。あら、ランドと一緒じゃなかったの？でもランドのやつひどいよね。いくらあなたが行き倒れてて、ターニアの世話になってるからって言ってさ、あんなにあんたに冷たく当たることないのに。ここの世界ではランドは、なんか若干ね、威張り散らしてるやつみたいな感じみたいですね。下はね、行き止まりなんですよ。階段降りて下に行っても。なのでそのまま行きます。まさか最後会心の一撃か。
スーパースターレッスン中になった。レッスン中になった。アストロの呪文を覚えた。レッスン中って言ってもらった。ダメだな、ほんと。マジ滑舌。滑舌が濃いって感じなんですけど。すいません。調子乗りました。忍び足。で、これは、お金か。よし。まあ、でもお金使わないんだけどな。ダークホビット。ダークホビットも弱いねんけどな。でも大防御をやられるとすごく困る。ねえ、ちょっと今上にね見えたんですが、そのまま無視していきたいと思います。ちょっとね探索の方を先に。よし、ここのアイテムも取って、お、小さなメダルですね。よしよし、来た。じゃあはしごを登って、じゃあランドに会いに行きましょうかね。まあ、忍び足の効力切れんの早いな。よし。おいお前、いつまでターニアのとこにいるつもりだ。でもランド、そんなこと言われても僕どうしたらいいか。お前が転がり込んでターニアは迷惑してるに違いないんだ。でもターニアはとても優しくしてくれる。あいつは人が良すぎるんだよ。ともかくその人よしにつけ込んでいつまでも甘えてるんだってことだ。でも他に行くところが。そんなことは俺の知ったこっちゃないね。なんならこの俺が力ずくで村から追い出してもいいんだぜ。だよ、その恨めしそうな目は。言いたいことがあるなら言ってみな。男だろ。キャッ、まったく育児のない野郎だぜ。ターニアもどうしてこんな男を。じゃあ俺は行くからな。俺の話をよく覚えておけよ。なんかマジ下の世界の主人公はヘタレチックな感じなんですね。まあでもちょっとランドの態度にはイラってきましたけど。よし、楽勝。行こう。まあちょっと今回は短いですが、この辺で終わりたいと思います。はい、ではでは、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。